野崎チャンネル。ちょっ、さあ、クライマックスシリーズファイナル。ね。セパ行われましたけど、10月18日、まずはパーリーグから、ソフトバンク対日本ハム、3対2でホークスの勝利ということで、ホークス3連勝、そしてアドバンテージの1勝があり、4勝0敗のスイープで、日本シリーズ進出でございます。いや、もう強かったね。もうなんか、ホークスの圧倒的な強さだけが、もう目立った試合。まあ、柳田ね、帰ってきて、ね、まだちょっとやっぱりね、結構休みが多くて、調整がね、まだまだちょっと実戦感覚ないのかなっていうところでバッティングはね、ちょっと空回りもあったけど、まあここからしっかり修正していくでしょうね。でも近藤がね、この日も4打数4安打1打点とね、完璧なバッティングというところでね、シュアートジュニアもしっかりね、5回86球4安打3三振1球2失点とゲームを作ってね、その後尾形、杉山、ヘルナンデス、その後オスナとね、オスナのヒット1本だけでしっかりね、でヘルナンデスのデッドボールか。だからノーヒットランナーもほぼ出すことなくね、見事な勝ち越し劇。まあ強かったね。でもまあ日本ハムも、でもね、この3連戦見てきて、日本ハムも新庄監督野球も、まあ見てて清々しかったけどね。あの、この日も1番ね、ファーストマルティネス、2番指名打者レイエス、で3番ね、サード清宮、4番、ライト万波っていうところでね、まあこの3試合ね、打順が固定されることもなく、まあ大きくね、いろんな試みをして、まあ当たって砕けるじゃないけども、こういう短期決戦、もう2位3位のチームっていうのは、やっぱアクロバティックないろんなことやっていかないと、普通に戦ったらそれは負けんのよ。王者にね、ソフトバンクに。だからそういったところでもうね、捨て身覚悟でね、思い切った手を打ってやってみたけども、マルチネス3タコ、そしてレイエス3タコ、清宮4タコとね、1、2、3番がノーヒットということで、まあ策は不発。まあでもいろんなことやろうとしてやったっていうところではね、まあすがすがしかったけどね。まあ1年目にね、いろんなことやってきてね、まあこれは全部の総括でまた語るけどもね、まあこの試合としてはね、まあでも気になったところもね、ちょっとずつあるんだけども、初回ね、ソフトバンクの攻撃、1番ダウンズがね、センター前ヒット、で柳田ファーストゴロ、セカンドアウトになって、栗原ね、レフトフライ、で2アウト1塁から山川の打席ね、この3ボール、2ストライクから、だから2エンド2で、ここでやっぱりね、勝負しきれなきゃいけなかったよね。この、5球目のね、フォークボールが、ボールになって、まあ、ここの、このね、3ボール、2ストライクになった時点で、まあ、2アウトといえども、次近藤で歩かせる選択肢はないんだよね、こんなの。そうなったらもうストライクゾーンで勝負しに行くしかないっていうところで、まあ、ずっとね、スライダー、スライダー、チェンジアップ、カット、フォークと変化球投げてきたから、ね、ここで、まっすぐね、まだ投げてないから緩急をつけるっていうところで、ストライクゾーンのストレートで勝負したけども、甘く入ったところをね、山川がセンターにね、まあ、松本ゴールね、ダイビングも届かず、ね、タイムリーツーベース。で次よ、次。ね、近藤の打席、2アウトランナー2塁。ここはフォアボールでもいいのよ。それが、初球シュートが逆球になってストライクね。で、続いて、まあ、コンチャはね、本人がチェンジアップ打ったって言ってたから、まあ、チェンジアップと評するけども、チェンジアップがね、インコース甘めに入って、まあ、甘め、まあ、そこそこコースに行ったかもわかんないけど、それを、ライト線ね、エンタイトルツーベースでタイムリーっていうところで、このね、ワンストライク取って、フォアボールでもいい中で、このね、バッテリー含めて、まあ、ピッチャーの山崎幸也もそうだけど、どういう考えでこのボールを投げたかだよね。やっぱりね、ボールでもいいと思って、ボールにしなきゃいけないとかね、ストライクからボールへと思って投げたと思うんだよね。それが、ストライクゾーンに行ったっていうのは、ちょっとこのね、今絶好調近藤、この日も4打数4安打1打点、この絶好調近藤に対してはちょっと安易すぎるよね。ここ最悪フォアボールでもよかった中で、ワンストライクからストライクゾーンでしかも引っ張られて、打たれるっていうのは、ちょっとダメだよね。で、まあこれがね、2点先制打になって、しかしね、日本ハムは3回ね、いきなり、先頭初球ね、伏見がストレート、レフトスタンドホームラン、伏見、バッティング。ね。で、1点追いついて、で、石井がライト前ヒット、マルティエスアウトになるけども、レイエスフォアボール、清宮アウトになるけども、2アウト1、3塁から、万波がね、センターへタイムリーヒットで同点。これでね、ちょっと流れが変わりつつあってね、お、ひょっとしたら、一勝できるんちゃうかっていう空気感もあったけどね。まあ、その中で、まあ、打ち破ったのは、まあ、だから、まあ、昨日の試合もそうだったけども、
必死でやってる、思い切ってやってる、でも結局その紙一重のことができないと王者には勝てないし短期決戦に勝てないわけよ。まあその象徴が4回裏ね、先頭近藤がライト前ヒット、これ万波がね突っ込んできてスライディングキャッチ試みるんだけども、グラブに入ってたけどもこぼれてライト前ヒット、あれを取るか取らないか、それ難しいよ、難しいけども、そのキワキワの球際のプレーができるかできないかがやっぱり勝敗に直結するんだよね。それが取れない でノーアウト一塁、今宮送りバントを決めてワンアウト二塁からね、まさきの、サードハーフライナー清宮がまさかの落球、大パッと普通のキャッチボールね。でこれ落としちゃって、でワンアウト一三塁になって、甲斐がねファーストファーフライで、いやなんとかね山崎幸也もしのぎ切るかっていうところで、シュートがね若干インコース甘めやけどね、この引きつけで三遊間クッパッティね、あれを引っ張りにかからないでね、逆方向っていううまいバッティングで勝ち越しだね。でもこの2つのミスね、まあ、万波のミスと言っちゃう、もうこの球際のプレーね、取れなかった清宮の落球ね、このもう0点でいけてたからね、こうなってたらまだどうなるか分からないっていうところで、ここもねミスからっていうね中で、で 5,6,7 とね、三者凡退で打ち取られて、まあ、8回ねここマルチネスに代わってね、ヘルナンデスのところで代打上川畑ね、ヘルナンデスは対左1割5分と左の方が打たれてない中、上川畑ここは策としてはフォアボールでもっていう思いあったと思うんだ、ベンチとしては。マルチネスでヒットっていうよりも左だけども上川畑ってフォアボールでも出塁しようっていうベンチの策が多分あったと思うんだよね。でその中でね、上川畑デッドボールね、でここで磯畑が、盗塁を決めて、レイエスもね追い込まれながらちょっとでも当ててよっていうね意思はね見えた。でもインハイ三振、いやあれ難しいよ、めっちゃ素晴らしい球で、清宮がね、ライトフライね、で万波が最後またインハイのストレート三振とね、まあ、ヘルナンデスの凄さだけが目立ってね。で9回、オスラでね先頭清水がセンター前ヒット、この清水の起用も良かったね。まあねグラブを外しちゃって新庄さんの激励に触れて2軍はあるけども、まあバッティングコツコツやってきていい感じでね1軍登録されて、このね軍事に代わって清水をね出すっていうね、この選択も良かったし、それに応える清水のセンター前ヒットも良かったよね。で水野が送りバント決めてワンチャン同点っていうところで、まあ松本伏見がね連続でアウトになって、まあゲームセットというところでは、まあ2パーもねチャンスは作ったけども、やっぱり最後の1本打てない、逆にねソフトバンクはそれが1本打てるよね。まあ圧倒的な力の差はあったけども、まあハムとしてはやるべきことやったかなと。あとそういうねちっちゃいことねやろうとしてできない、これじゃ勝てないね、厳しいようだけどね、まあそういったところの積み重ねがね、あの結果としてつながったかなと。まあホークスも強しだね、このままねスンって行くんちゃうかと、日本シリーズもね、また巨人が出てきてね12連勝でスイープ行くんちゃうかっていうのもあったけども、続いてセリーグね、まさかの事態です。18日の試合、巨人対 DeNA2 対1で DeNA の逆転勝利っていうねところでね、3連勝もうマジック1です。どうなるのかっていうね、 DeNA リーチね、まあ予定通りね、巨人はグリフィン4回68球3安打4三振2四球1デッドボール1失点ね、で DeNA は吉野3回57球4安打3三振3四球1失点と、まあどちらのチームね負けられないというところで、もう早めにスパスパね変えていくっていう中でね、まあこう戦前はね、まあ巨人も岡本がパーンって一発打って景気づけで流れ変えないと無理かなっていうね、ところで2回の裏ね、岡本のレフトスタンドへホームランで先制クパッティング。しかしよ、このね1回の裏2アウトから丸がセンター前ヒット打って、2アウト1塁から丸がね飛び出しちゃって、で吉野がね、しっかりね、冷静に処理して1塁間挟まれちゃうと、これはまあ岡本がそこで打ってたかどうか分かんないけどもね、なんかもったいないよね。まあでもね、ここ岡本先生じゃ、いやこのもう流れ行くかなと思ったら、巨人がねここだよ、この3回裏もう全てのポイントはこの岡本のホームランの勢いに乗ってっていう中でね、3回裏ワンアウトからオコエセンター前ヒットで、丸がツーベースでワンアウト2、3塁、ここで岡本軽減、これも DeNA の策としてはね、もう思い切ったね、ワンアウトで3回だけどもう軽減しようと、でワンアウト満塁、大城4-6-3ダブルプレー、セカンド巻きクップ、ソフトバンクの為替張りのスーパープレーで、あれ抜けてたらもう巨人だったね、勢い下手したらもう6対何歩ぐらいの勢いの差あったかもわかんないけど、マキクプレー、ここでお城を打ててたなっていうね、で1点取れず、その流れ変わって次オースティンやん、これ見てて、俺日刊で、俺両試合同時に見てたから、あソフトバンク日本ハム戦、日刊スポーツで評論書いてるんでぜひ見てくださいね。で見てたら、いやこれオースティンからやろう、いきなりあの流れに乗ってホームランとか嫌やなと思ったら、
フルカウントから、結局昨日もよ、菅野がインコースシュート投げようと思って甘く入ったホームラン。この試合もフルカウントからグリフィンがインコース投げようと思ったのがまた甘く入ったホームラン。オースティン・クックって見逃してくれた。これで、ね、同点。で、5回、まさかのことが起きて。ピッチャーグリフィンから赤星に変わって、先頭梶原レフト前ヒット。で、これノーアウト1塁から牧のところで盗塁。で、盗塁ね、したのがね、2ボール2ストライクからだったからワンパンになってね、それでキャッチャー投げられず盗塁成功。で、ここでね、牧がピッチャーゴロだったけども、その間に梶原が三塁行って、いや、これ1点取られたら終わるぞっていうところで、佐野がね、セカンドライナーで2アウト。で、2アウト3塁オースティン。これも最悪フォアボールでもいいやろうと。正直、俺は思ってたけどね。でもよ、もうまたまさかなことが起きんね、ここで。2ボール、ね、2ストライクからアウトコースにボール外してた。ワイルドピッチ。勝ち越し。バッと。大バッと。いや、ツーボールツーストライクからストレートよ。あんな引っ掛ける？そもそも、あんな引っ掛けるかっていうのもあるし、岸田も触ってんだったら取んなきゃいけないのよ。でもあれなんで取れないのか、こっから佐々木が解説します。さあ、ということで、この画面の中で説明しますけど、あれも結局、この左膝をつくから、ね、よく言ってんの俺は、膝ね、つくと前のワンパン強いね。だからフレーミングも膝つくと前のワンパン強い。でもこの膝をつくことによって横がいけないのよ。だから俺は膝つかないからね、このまま横に、そのままね、横にいけるわけ。こういう風に、横にね。でも膝をつくとね、膝をついて取ろうとするとやっぱ前へ行くんで、前へ行ってこうなるのよ。そうすることによってね、膝つかなかったら真横に動くね、膝をついたら前へ行ってから横になるから、この前へ行く、このリット1個分ぐらい違うからね、横に動くの。そう、だから俺はいつも膝つくなって言ってるの、簡単に。つくんだったら前に来た時だけ。それをちゃんと見計らってね、前に来た。ちゃんと真正面に来てるから、最初膝ついてない。真正面についてるから膝つく。ね。で、あ、それてる。膝つかないで、そのままこうなのよ。そのまま。そのままこっちに、膝を前じゃなくて、こっちに動かさなきゃいけないの、こう。そうすることによって、ね、ミットが1個分いく。ね、でも膝を前に行ってこうつこうとした時に、もう前傾姿勢取りに行ってるからね。それから動くたら、前へ行ってこうだから。前、ね。こっからやると、前。前へ行ってこうと、こうってやったら、やっぱ違うじゃん。こうと。ね。これによって、このミットが行くか行かないかの、この際どいところが、取れるか取れないかが出てくるのよ。まあ、このね、映像の中だったら限界ありますけど、佐々木部屋なんでね。ありますけど、その膝のつき方。だから俺はいつも、その簡単に膝つくなっちゅってんのよ。前のボールは強いと。でも横は、やっぱ遅いんだよ。だからそこが、体でいけない、ミットだけでいく、ミスする。これ1年間ずっと言ってきてんねん。で、俺はもう膝つき警察ってキャンプの時から言われてるけど、だから簡単に膝つくなっちゅってんねん。もしくは、見た時、正面だったらいいよと。でも横来たら膝つかないで横にスライドすることによって、ミット1個分以上、横に早く動かせるから、その細かいところが結局その、キャッチャーっていうのは、ちゃんと来たところを取るのはもう普通なのよ。一番大事なのは、ね、ミスコントロールした時にどこまでカバーリングしてあげれるかなのよ。それが1000試合以上出場した中でパスボールが19って少ないところなわけ。ね。だからそういったところでやっぱね、膝ついて前行ったのがめちゃくちゃ気になる。ね。だからあれができてたら、あれ止めれたと思うんだよ、俺。だから岸田の責任も多い。そう、あんたとこ投げたのが一番だ悪い。でもそれをカバーできたと思う、俺は。前に膝つかなかったらね。そういった意味では、もったいない失点かなと。ね。で、勝ち越されて、まあその後ね、ジャイアンツもなんとかね、攻撃していくけども、5回はね、ピッチャー中川に代わって三者凡退。で、6回も三者凡退。で、7回もね、ピッチャー山崎が上がって、三者凡退。で、8回もね、そのまま山崎が上がって、先頭ね、長野がレフト前ヒットを打って、オコエが送りバント決めるけども、丸が、ライトフライ。そして岡本、まあ、ここも案の定、敬遠フォアボール。で、大城がね、セカンドゴロで、ここでも1本出ず。っていうね。しかもこの大城のところもさ、
初球2球目見逃すね。もうそこも積極的に行こうよ。昨日も言ったけども。まあ何でもクリアっていうもんじゃないけど、結局ストライクゾーン2球見逃して最後ボールゾーン振らされてるってもう最悪になってるから。でもガチガチで大事に行き過ぎてんのよ。もう思い切って行こうよ。ね、そこら辺はね、吹っ切れて。吹っ切れてやらないともう無理だよ。で、9回ね、森原からあって三者凡退と。で、DeNA もね、7本しかヒット打ってないけど、オースティンのホームラン、そして相手のミスでこのね、2点目をもぎ取って、ね。で、結果ね、佐々木千早が勝ち投手、中川、山崎康明、森原とね、しっかりリリーフが踏ん張って逃げ切り勝ち。グッピッチ。素晴らしい。完璧な勝利です。だから、DeNA もね、点はやっぱ取れてないのよ。ね。今日も2点。で、昨日も2点。で、おとついも2点だから、常に2点。でも巨人は0点、1点、1点だからね。そりゃ勝てないよ。ピッチャー踏ん張ってるよ。打線、奮起できるのか。このまま、セリーグも、スイープで終わるのか。ね。もう巨人はここから3連勝するしかないからね。まあどういう戦いになるのか、明日注目していきましょう。2017年と同じように DeNA から3位から進出して、ね、ホークス対ベイスターズの日本シリーズになるのかどうか。ね。史上2回目の3位から日本一になるのかどうか。史上最大の下克上が2度目達成できるかどうか。明日の試合、注目したいと思います。明日は井上、そしてジャクソンのピッチングです。ジャクソンのパワーピッチ、ジャイアンツが硬くならないで積極的にいけるのかどうか注目していきましょう。それでは佐々木チャンネル、また明日。